キックオフ沖縄。キックオフ沖縄。キックオフ沖縄。こんにちは。こんにちは。沖縄のサッカー界を熱く盛り上げる番組、キックオフ沖縄、 MC の鎌田博です。スタジオ解説は元 J リーガー上原慎也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。帰ってまいりました。お帰りなさい。はい、ただいま帰りました、はい、甲子園の出張に行っておりまして、11泊12日というそんなスケジュールでございました。慎也さん、甲子園はご覧になりました？見てましたよ。お、印象に残ってるシーンか何か。中田くんの、はい、あのツーランホームラン。そうですね、慶応戦。いや、本当にテレビに釘付けになりました。あ、先制ツーラン見事でしたね、はい、県勢としては2015年以来のベスト8という、本当に快挙を成し遂げてくれた沖縄尚学の皆さん、本当にお疲れ様でした。そうです。8月はバスケのワールドカップもあり、甲子園もありということで、スポーツ盛りだくさんなんですが、 FC 琉球も熱いです、うん、先週19日土曜日、アウェーで行われた北九州戦、ご覧ください。福岡県にある三国ワールドスタジアム北九州で行われたギラヴァンツ北九州との一戦。海と山を一望できるスタジアムです。試合は前半22分、駆け上がった白井、パスカットされるも中野奪い返す、すかさずクロス、最後は野田。このヘディングは枠を外れます。クロスからのいい形がどんどん出てきてますよね、はい、いいヘディングシュートでした。続いて前半35分、同じく左サイドから白井からのパスを受けた中野、シュートを選択。しかし相手が頭でブロックします。前半41分、北九州の攻撃、1対1になりますが、カルバハル冷静でした。見事なシュートストップ。互いにスコアレスで迎えた後半、試合が動いたのは後半25分でした。中央でつなぐ琉球、右に振ってダイレクトのクロス、折り返し、まだ打たない、再び右からダイレクト高安、最後は野田龍之介。見事なヘディングでのゴール。前半からいいクロスがあったので、野田選手、後半のこのヘディングシュート、はい、よく決めてくれましたよね。本当に気持ちが乗っていて、高安選手のやはりあのダイレクトのクロス、これも良かったと思います。北九州の右サイドからの攻撃、クロス入る、ヘディングシュート、カルバハル左手一本、ファインセーブでした。うまく、ね、ポジションを変えながらセーブしましたよね、いや素晴らしいヘディングシュートを止めてくれましたね、カルバハル選手、よく止めました、うん、ただピンチが続きます。北九州のコーナーキック、ヘディングはクロスバー。1点を守り切った琉球、リーグ後半戦初の勝利となりました。いや、まあ今週の練習から、クロス上げてくれた高安とは話してたんで、ああいうボールをちょっと上げてくれっていうのは、だから本当に練習から生まれたものだと思います、最後のところはしっかり体を張れて守れていたので、そこは本当にみんなに、感謝したいです。
FC 琉球は5試合ぶりの勝利、そして10試合ぶりの無失点となりました。新谷さん、久しぶりの勝利でしたね、はい。まあ、野田選手も言ってた通り、うん、高安選手にこういうボールを出してくれって要求するところ、はい、まあ、そのことをやっぱり自分たちで修正できるっていうのが良かったと思います。チーム内でしっかり共通認識があって、それが形になったゴールだったっていう、うん、そういうことですね、はいはい。それでは J3 リーグ第23節終了時、八戸戦前の順位表をご覧いただきます。1位から10位まではご覧の通りです。続いて11位から20位です。勝利を収めた琉球ですが、順位は変わらず18位となっております。なお八戸戦と相模原戦のダイジェストは来週お伝えします。以上、 J3 リーグ順位表をご覧いただきました。ここからは新谷さんに FC 琉球のプレーを解説していただくこのコーナー、新谷ズアイ。劇的勝利を挙げた琉球ですが、新谷さん、はい、今日ピックアップするテーマは何でしょうか。野田龍之介選手の会心ヘッドです。やはりこのシーンなんですね、はい。1点を争う攻防の末生まれた野田選手のゴール、本当に劇的なゴールでした。ではそのゴールシーン振り返ってみましょう。後半25分のゴールシーン、岡澤選手が真ん中で受けて、左サイドの攻撃から野田選手が受けて右サイドへ出します、はい。でこれ高安選手がダイレクトで上げて、清武選手が競ることによって、うん、二次攻撃ができます。ここですね、はい。で高安選手がクロスを、いいクロスを上げて野田選手のヘディングシュート。いや、素晴らしい流れでしたよね。見事でしたよね、うん。本当に人もボールも流れるかのように連携光っておりましたし、はい、そして野田選手にゴールが生まれたということで、やっぱりチームとして奪ったゴールだったなというふうに思いました、はい。で FC 琉球としてはサイドに振ることで、うん、相手のディフェンスを偏らせることができました、はい。でここでケルビン選手が裏を狙う動きをすることで、はい、ディフェンスラインを押し下げることができました、はい。で高安選手がダイレクトでクロスを上げることによって、野田選手が真ん中での駆け引きですね、はい、ディフェンスとの駆け引きによって勝つことで、はい、ヘディングシュートができたと思います、はい。いいクロスでした。本当そうですね、はい。ダイレクトで高橋選手がクロスを上げたことで、こう攻撃の形が何回も増えたというところが、非常に今回評価できるポイントだったんじゃないかなというふうに思います。新谷ズアイ、今回ピックアップしたのは野田龍之介選手の会心ヘッドでした。キックオフ沖縄、この後も続きます。キックオフ沖縄、続いては先週末に開催された国体九州ブロック大会青年男子の部の練習と大会の結果をお伝えします。8月16日沖縄市の県総合運動公園周球場で、国体の予選に出場する青年男子の練習が行われました。昨年まで FC 琉球で活躍した監督の上里和正選手を中心に、県内で活動する社会人、大学生16人から構成されたチームは、九州予選を突破し本国体出場を目指します。天皇杯で、上位に行ったセリオールさんをベースにっていうところですね、まあ、そこのベースに大学生が入ってきたり、他チームのいい選手たちが入ってきたりということで、すぐ集めた即席チームではあるんですけども、まあ少ないトレーニングを経てちょっとチームにしていこうっていうところですね。この日は沖縄大学サッカー部とゲーム形式のトレーニングを行い、大会本番に向け戦術面や連携の確認をしました。今回大学生で、前線、まあ、キーパーも大学生ではあるんですけど、基本的に前に力がある、推進力がある若い選手たちが、まあ、このチームに入って、で30代の選手たちが、まあ、チームを引っ張りながら、まあ、攻撃をより、リフレッシュな選手を置き、そこをコントロールする、中堅だったりベテランの選手がいるという、今回のチームはそういうチームになっています。即席チームながら県内アマチュアサッカー界のいわばオールスターチーム。ゲームでは沖大サッカー部を終始圧倒するプレーを見せ、いよいよ九州予選に向かいます。今日は、まあ、守備のところなかなか難しい部分も出たけど、やられなかったっていうのが一番で、なんだろう、やるからにはちょっと2勝して帰ってこれるように頑張っていきましょう。頑張ります。
大分県で開催された国体九州予選。トーナメント方式で2回勝利すれば本戦出場となります。1回戦の相手は長崎県代表。前半は相手の攻撃に苦しめられ先制点を許しますが、相手のファールから PK をもらい同点に追いつきます。後半は一転して沖縄代表がチャンスを多く作り一挙3得点。その後2点を返されますが4対3で見事逃げ切り勝ち。本戦出場をかけた2回戦へ駒を進めます。しかし翌日行われた宮崎県代表との試合は0対4で惜しくも敗れ、今年の国体に出場することは叶いませんでした。国体の沖縄代表、残念ながら敗退ということになりました。ただ新谷さん、はい、今回はどうだったですか、出る予定とかは。今回も僕も言われたんですけど、僕はあの会社の仕事があってちょっと行けなかったので、来年機会があればぜひ出たいなと思います。そうですね、またセリオーレで新谷さん活躍されてるわけですから、知ってる顔もいっぱいいたので。あ、そうですかね。楽しそうだなと思いましたね。なるほど、はい、勝ってほしいなと思いましたけどね。またサッカーしたいなということで、はい、またじゃあ新谷さんにも来たいということで、来年はね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。さて連戦続く FC 琉球ですが、本日この後午後7時からホームで SC 相模原との一戦があります。新谷さん、注目ポイント教えてください。 SC 相模原はハイプレスを要いるチームなので、FC 琉球としてはパスサッカーを生かしてかいくぐって点を取ってほしいなと思います。そうですね、なんとかホームで勝利の歌ぜひ皆さんで歌えるように勝ってほしいなと思います。番組ではメッセージお待ちしております。ホームページもしくは SNS でお待ちしていますよ。つぶやく際はハッシュタグキックオフ沖縄とつけてつぶやいてください。すべてカタカナ、ハッシュタグキックオフ沖縄とつけてつぶやいてください。お待ちしています。それではキックオフ沖縄、また来週です。